収まって全馬がゲートの中スタートしました。まずは揃ったスタートを切ってスタンド前、14番リカンカブール、内からは3番アウスバール、まずは3番アウスバールが行って14番リカンカブールは2番手、3番手に4番レーベンスティール、その外には並んで5番ステラベローチェ、あとは11番サボーナ、内は1番サリエラ、前はごった返して固まって1段。さあ第1コーナーを回っていきます。まずは結局3番アウスバールが行ってリードは2馬身半ほど、2番手は14番リカンカブール、1馬身半後方並んで11番サボーナ、内は1番サリエラ、馬群の中4番レーベンスティール、3番手集団は3頭、その後ろに2番ラーグルフが行って並んで12番ロバートソンキー、馬群の中には5番ステラベローチェ。さあ緩やかに2コーナーをカーブして向こう上面、その後方には7番ヤマニンサンパ、並んで10番フェイングロッテン、そして6番アルビージャ。最初の 1000m は1分1秒0の通過、その後ろに9番キラーアビリティ、3馬身後方に15番ミクソロジー、あとは2馬身差8番西野レブナント、最後方4馬身離れて13番ないまま。3コーナーカーブに向かっていきます。前は固まっていって3番アウスバール、リードは2馬身キープ。3コーナーのカーブに向かって2番手は14番リカンカブール、さあ残り 800m、 3番手は11番サボーナ、4番手以降に12番ロバートソンキー、あとは1番サリエラ。さあ3、4コーナー中間あと 600m、 馬群の中には9番キラーアビリティと5番のステラベローチェ、4番レーベンスティール馬群の中。さあ第4コーナーカーブに向かって前は3番のアウスバール、残り400を切ってリードは1馬身半、4コーナーを回って直線の攻防です。2番手は14番リカンカブール、そして内に潜り込んで4番レーベンスティール、外は11番サボーナ。さあ直線200を切って先頭3番アウスバール、粘っている2馬身リード、14番リカンカブール、内から4番レーベンスティール、さらには11番サボーナ、しかし馬群の中から4番レーベンスティール、内は3番アウスバール、捉えたレーベンスティール合理、そして3番アウスバール、さらには3着争いは14番リカンカブールと11番のサボーナ。レーベンスティール、これでオールカマー3戦3勝になりました。ルメール騎手です、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。強かったですね。そうですね、まあ、手応えはずっと良かったですね。で最後も、内側ですごく野手を使ってくれました。あのスタートしてからはイメージ通りの位置を取れたんですか？そうですね、スタートで上手ですから、あのすぐいいポジションを取れましたけど、今日はフレッシュでちょっと一生懸命で走ってくれましたので、もうちょっと落ち着いたらのがいいと思いますけど、まあ、今日は 2200m でした。休み明けで、ちょっと引っかかりました。はい、あの前走も乗られてますけれども、今言ったそのちょっとかかり気味というところが前走と違ったところっていう感じなんですかね？うん、またパワーアップしましたと思うね。やっぱり秋から、まあ、今回 G2 勝ちましたけど、まあ、G1 レベルに行けます。あの直線なかなかその前が粘っている中で最後差し切れた要因というのはどこにあったと思います？そうですね、スローペースだったから、みんな直線の相手で、コンパクトだったね。でも、まあ、内側馬がよく走ってますので、まあ、内のルートを選びましたね。逃げた馬はマイペースで走ってたので、まあ、ゴールちょっと前まで、逃げ切りしましたけど、まあ、いいリードホースでしたね。これで馬としては G1 の切符も手にしました。最後応援してくれたファンにメッセージをお願いいたします。はい、今日はオールカマーで、レベンスティールはすごくいい競馬してくれましたので、次 G1 レベルでまた応援してください。今日本当にありがとうございました。最後にゲートへ向かうのは14番ビザンチンドリーム、収まります。全馬ゲートの中スタートしました。ほぼ揃って出ました。メリオーレムもいいスタートを切っています。スタンド前に出てくるところ、坂を登ってくる各馬、まずは13番インテグレイト、この馬がわずかに出ます。内から1番ジューンテイク、2番手ダッシュがついた15番の名勝タバル、かわして前へ出ました。今日も先手を取ります。大きな歓声。13番インテグレイト、2番手3番手3番ゴージョニーゴー、4番手インコースに1番ジューンテイク、スタンド前から1コーナー、
この1馬身後ろ先団を追って6番のメリオーレムです。 1,2 コーナー中間点、10番ミスター GT、 外に7番のビレム、中段インコース2番バッデレイトです。2コーナーをカーブ、逃げました15番名将タバル、後ろ4馬身離します。13番インテグレイトが2番手、3番手内から1番ジューンテイク、向こう上面に出ます。4番手外目3番ゴージョニーゴー、その後ろに6番メリオーレムが続いています。その後も固まって外目7番のビレムの追走、馬群の中10番ミスター GT、 内は2番のバッデレイト、その後ろ5番のオールセインツ、12番のウエストナウ、外目中段の後方となっています。3コーナーを目指していきます。残り1000を切るところ、後方から3投目に11番湘南ラプンタ、後ろ2頭9番トラストボス、1番後ろ14番ビザンチンドリーム、もう1頭かなり離れて8番ヤマリンステラータ、1番後ろになっています。3コーナーカーブ、この間に引き離した15番の名将タバル、後続を5、6馬身に離して逃げていきます。ジューンテイク単独2番手になりました。 3,4 コーナー中間を過ぎて、その後ろ内から徐々に動いていくバッデレイト、外目ゴージョニーゴー、その後ろからは7番のビレム、中段馬群の中にメリオーレム、ミスター GT、 インコースから11番湘南ラプンタ。4コーナーカーブ直線に向かってくる、短期先頭15番名将タバル、残り400を切ってリードを 3,4 馬身、坂を登ってくる2番手単独を追ってくる1番のジューンテイク、その外に持ち出してバッテレイト、ビレム、メリオーレム、大外からミスター GT、 ビザンチンドリーム、差し足伸ばして200を切りました。先頭は粘る15番名将タバル、2馬身3馬身リード、外から1番のジューンテイク、3馬身2馬身と差が詰まってくる。3番手湘南ラプンタが追い込む、15番の名将タバル、名将タバル押し切ってゴールイン。2着は1番ジューンテイク、3着に11番湘南ラプンタ、この3頭が菊花賞への優先出走権獲得です。新聞杯を勝ちました名将タバル、浜中すぐるジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。見事に押し切りましたね。そうですね、強かったですね。今日のやや重に変わった馬場状態だからどう考えたんでしょう。毎日杯でも似たような今日と似たような馬場状態で、強い競馬してましたので、むしろこのままは今日みたいな馬場は得意だと思っていました。スタートですけれども、今日は花にはこだわったんですか、どうですか。いや、出たスタート出てからは無意にこう手綱を押していくとかそういう動作はせずに、馬の気分に任せてこう1コーナー入りたいなと思っていたので、花にレース前からこだわっていたわけではなかったです。とはいえ結果ペースを握る形になりましたけれども、道中どうだったですか。1コーナーまでが非常にうまく入れましたので、道中もあまりこう強く抑えすぎると折り合い書いてしまうので、スピード上げすぎず、かといって緩めすぎずというか、とにかく馬の、コンタクトを、ね、優先してペースは気にせず乗ってました。そして最後まで押し切りましたね。そうですね、こういう形になればしぶといタイプですので、しっかりと押し切ってくれました。一夏越えてどうでした。少し間隔を空けて馬の精神的な部分がフレッシュになって、ちょっとずつでしょうけども大人になってきているのかなという成長は感じてます。さあ、思いの強い一環になろうかと思います。意気込みお願いします。そうですね、無事にこのまま、次のレースに向けてまた厩舎の人と一緒に、調整していい形で本番に迎えればいいなと思ってます。おめでとうございました。ありがとうございました。